Thank you.
ださいね。ここは京都かな、京都のね、京都府内走っております。現在7時ですね、7時ちょうど。ぼちぼちね、渋滞する時間やな。今回ね、立東インターでおりますんで、ここからあとどれくらいかな、30分くらいかな、立東まで。もう少しね、高速で移動します。でこの時間ね、ぼちぼちこの辺りね、渋滞してますんで、しっかりね、車間を空けながら走る。今回ね、10時までの納品ですね、10時。だからね、時間はね、全然大丈夫。よし、とりあえずね、もう少し走りたいと思います。よし、とりあえずね、納品完了ですね、納品完了。で今回ね、帰りが大阪から引っ越しの荷物ですね、引っ越しなんですけども、今回もね、これまた住宅街ですね、住宅街でトラック入っていけんところやな。とりあえずね、先方の引っ越しのセンターの方に一件ね、電話入れて、それから移動しよう。トラック入れんもんな、ちょっと電話で聞いてみよう。とりあえずね、現場付近で待機しといて、現場のリーダーの方からね、また連絡が来るということで、とりあえず現場近くで待っとこう。で、積み込みがね、2時ぐらいになるって言った。2時ぐらいやからね、まだ時間があるから、ちょっとね、時間調整して、荷台もね、片付けてから、それからね、移動をかけたいと思います。とりあえずね、納品完了しましたんで、今からね、荷台の整理をして、それからね、次は引っ越しですね。大阪から引っ越しの荷物ついておりますんで、準備をね、していきたいと思います。とりあえず引っ越しなんで、ケツからね、積みたいんですよ。横開けて積んでもいいんですけど、ケツから積んだら壁の面が増えるんですよ。なるべくね、壁の面を増やして、例えば大きいものとか、あと板物ですね、板状のもの、そういったものはね、壁に立てかけたいんで、ウィング開けて横から積んだ場合、壁の面が減りますんで、引っ越しはね、基本的にケツから積んだ方が積みやすい。よし、とりあえずね、ケツからね、しっかり詰めるように荷台の整理していきたいと思います。よし、とりあえずこれでね、準備完了。ハッポはね、前に持ってって、あとはね、最低限の緩衝材とね、ダンプラコンパネ後ろに置いてます。よし、それじゃあね、時間調整してからね、大阪市内入りたいと思います。